バンサンパテ・アブバカルはカメルーンヤウンデ出身のサッカー選手。カメルーン代表、アルナスル所属。ポジションは FW。2006年に母国カメルーンのコトンスポールガルアでキャリアをスタートさせ、2009年にトップチームへ昇格した。2010年5月26日、フランスのバランシェンヌ FC に3年契約で移籍し、 2013年6月には FC ロリアにへ移籍した。2014年8月24日、FC ポルトと4年契約を結んだ。2015から16シーズンには28試合で13得点を記録する活躍を見せた。2016年8月29日、マリオ・ゴーメースの後釜として、ベシクタシュ JKA 買取を OB 付きの1年契約でレンタル移籍。 2020年9月26日、ベシクタシュ JK に移籍することが発表された。カメルーン代表として、2010年5月29日の親善試合のスロバキア代表戦でデビューした。その後2010フィーファワールドカップのメンバーにも選出された。これは、出場前チームの選手中2番目に若い年齢である。グループリーグ第2戦のデンマーク戦と、 第3戦のオランダ戦に途中出場したが、チームは3連敗しグループ再開で敗退した。ワールドカップ後最初の試合となったポーランドとの親善試合で代表初得点を記録。アフリカネーションズカップ2017では、決勝のエジプト戦で88分に勝ち越しゴールを挙げ、カメルーンの優勝に貢献した。ありがとうございます。